ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がアルファロメオジュリア GTA 2022年式1800キロこちらの車両になります。まず最初に今回お知らせがございまして、はい、今回ご紹介させていただくお車なんですけども、はい、なんとあの撮影数十分前ぐらいですかね。そうですね、ご制約を、はい、いただきまして、はい、あの今回商品車じゃなくてもう制約済み車両の紹介になりますけれども、はい、あのせっかくなんで非常に希少な車ですからご紹介させていただきましょうということで、はい、でオーナー様になられる方にも許可をいただきまして、はい、まあ、全然取っていいよということで、はいはい、お届けしたいと思います。いつもだったらまあご紹介させていただいて、うん、まあ、ご用命いただければいいんですけれども今回はもうさらにそれよりありがたい、はい、あの撮影前にご制約ということですけどちょっとハプニングもハプニングもあったんですけども、こちらの車をご紹介させていただきたいと思います。でまず今回この GTA っていう車のところからご紹介させていただきたいんですけど、これがなんかアルファロメオを110周年記念の車ということで、はい、非常に貴重な車になるんですよね。まあ、アルファの中でも GTA っていうのがもう本当に歴史深いと言いますか、やっぱり伝統の、あのグレードにもなると思うので、で、はい、車の方が世界限定500台、はい、で日本に入ってきたのが84台、80台ちょっと83台ぐらいって聞いてますね、はい、諸説あり、はい、僕が読んでるのだと84台って書いてあったんですけど、池田君が読んでるのだとなんか83台とかということ で、はい、もうそれしか日本に入ってきてない非常に希少なお車ということで、はい、でもこれなんか日本が一番オーダー多かったらしいですね。まあ、世界で500台のうちのまあ80台ぐらいなんで、そうですね、はい、まあ、めちゃくちゃ貴重な限定車ということなんですけど、今回これ当然ジュリアをベースにカスタマイズしてある、まあ、メーカー改造車というかメーカーチューニングカーとも言うべき車なんですけど、はい、まあ、この内容がまあすごいですよね。いや、びっくりしました、はい、でそもそものこの GTA っていうところなんですけど、まあ、アルファロメオをご存知の方だと、まあ、はいはいはい GTA ねって感じだと思うんですけどまあ GTA は分かるじゃないですか、はい、A が謎じゃないですか。これ何かと思ったら軽量を意味するアレジェリータっていう、はい、イタリア語ですかね。そうです、はい、そこから来てると。だからもうさらに軽量化されて、まあ、いろんなところにカーボンファイバーのパーツが使われてたり、まあ、あとはもうこの後紹介しますけど名門ザウバーレーシングでしたっけの監修が入ってたりとか、もう本当にレーシングに振った車と、はい、で同時に発売された GTA-M、 これも500台の中に含まれてるんですよね。そうです、もう両方ですね、 GTA と GTA-M 合わせて500台、世界500台が限定です。でまず注文入れてどっちにしますかってことですよね、はい、で M の方はもうその名の通りモディファイドの略なんで、まあ、さらにもう褒め言葉ですよ、褒め言葉なんですけど行かれた方の、はい、言葉ちょっと選んじゃいますね今日、はいはい、だどっちかこう主軸に置いてるかって言ったらこっちの GTA の方はこうどっちかというとストリートより、はい、ツーリング的な感じですね。で GTA-M の方はもうさっきと主軸に置いたモデルになってくる、はい、でこの外装から見ていきたいんですけど、まあ今回すごいですね。過激ですよね。あの限定車って言ってもいろんなこうレベルがあるじゃないですか、はい、もう本当にトップクラスにもう限定プリを発揮してるなと、うん、でまずカーボンパーツのところなんですけど、まずバンパー専用バンパー、これがカーボンということで、これ全部なんですね。全部なんですね。これ全部こういう出たとこだけじゃなくて、はい、なんとこの素材自体がドライカーボン製ということで、お高いやつですね。なかなか市販車でドライカーボン製バンパーってないですよね、うん、そうですね、それこそ本当に国産 GTR ニスモとかあの辺もそうですよね。もうそのクラスのなんかカスタマイズというか、うん、チューニングが施されている感じ、はい、そして形状も専用設計ということで、これもえらい造形してますね。うーん、やばいですね。でこれがこう単純にこうデザインとかなんかこう見た目じゃなくて、ちゃんと空力を全部計算された専用バンパーということで、はい、もうとにかくダクト形状もそうだし、この出てくるタイプのアダプティアクティブスポイラーじゃない、はい、そうです。これなんかも全部標準ということで、なんか100キロ以上出すとなんか5センチぐらいこうニョキニョキって出てくるのリップということで、この辺なんかもだ、これちょっとここ穴開いてるから触るとこれ分かりますよね。あ、このドライカーボンプリが、ね、はいはいはい、はい、うわということで、この辺なんかも全部専用設計になってると。でここもモノトーンになるんですね。そうなんですよね、エンブレムが、はい、意外や意外、この辺なんかも。でこれが、1965年の名車ジュリアスプリント GTA をこの辺モチーフにされてたりだとか、もう伝統のそういうのが受け継がれた、うん、まあ、デザインだったりだとか、まあ、車の作りになっているということ でこれ1965年のその GTA キャッチコピーがあるの知ってます？
これがビクトリアデイインユアエブリデイカーって言って日本語訳すると日常の車で1日1回優勝するっていう考え方がすごいですね、はい、そういうキャッチコピーがあった車の現代版ということで、おだからこのフォードアのもう言ったら BM で言ったら3シリーズメルセデスで言ったら C クラスの、はい、このセダンをベースに本当にあの WTCC じゃないけど、うん、世界ツーリングカー選手権そのまま出られちゃいそうな、うん、そんなぐらいレーシングになってる。でこれバンパーだけじゃなくてこのフードなんかも全部カーボンなんですよ、ね、はい、そうです、フードもカーボン、こちらも全部カーボンになってる。そしてこの後紹介しますけど両サイドのフロントフェンダーもドライカーボン製ということで、うん、これじゃあここから前全部ドライカーボンってことじゃないですか。ですね、はい、これあの早急にプロテクションフィルムが必要な感じがするんですがちょっと怖いですよね、気使いますよね。そしてあともう一ついいなと思ったのはボディカラー、うん、これなんか3色から選べたということでこれがトロフェオホワイトと GTA レッドとモントリオールグリーン、この3色から選べて今回の車はモントリオールグリーンということで、はい、グリーンめちゃくちゃかっこよくないですか。超かっこいいです。で存在感がもうまるで違いますね。でおそらくなんですけどオーダーの中では少数派っすよね。なんでなんですかね。なんかそういうふうにおっしゃってましたけど私個人的で一番いいカラーだなと思いました。おそらくボンドの社員でアンケートを取ったら多分緑率多分かなり高いと思うんですけど世の中的には多分緑って多分少数派じゃないかなと思うんですよ、うん、でめちゃくちゃかっこよくないですか。かっこいいです。本当にカーボンも映えますし本当にいい色ですよね。あとはイタリア車イギリス車のこの塗装って割とこう鏡面塗装面の肌あんまりないじゃないですか。だその辺がすごい光ってるなっていう。確かに、はい、そして横に回っていきましょうか。横も専用パーツ盛りだくさんということで、あのまずですねセダンでセンターロックっていうのが世界初らしいですおまあまあ本当にそうですよね、見たことないです。確かにそう言われるとセンターロックの車って、まあ、ポルシェだったりとかスーパーカーとかありますけどセダンでセンターロックって今までないなっていう、うん、もしかしたらあるかもしれないですけどアルファロメオのホームページには世界で唯一のセンターロックのセダンって書いてありましたということで専用のセンターロックの20インチが装着されていると。でこれももちろん超軽量のホイール、はい、伝統の5ホールですけれども、で当然専用設計ということで、だからおそらくなんですけど4本ずつしかないわけです、まあ、補修パーツがあると思いますけど、まあ、世の中的にはそれしかないということ で、うん、でサイズの方が 9.5J ですね。 9.5 でしたか、はい、26530 20インチの 9.5J ということで、はい、これはやばくないですかやばいですよね。このサイズの車にこのタイヤとセンターロックって、うん、もうちょっとあの普通の感覚で言ったらちぐはぐ感を感じちゃうぐらいなんかこう場違いな足回りというか、いや本当にすごいですよね。あと5フォールのこれグロスブラックいいですね。これめちゃくちゃかっこいいですね。でタイヤもミシュランのカップ2ですよ。これセダンですよねこれ標準なんですもんね、はい、でこれがミシュランと共同開発の、カップ2コネクトっていうタイヤらしくって、うん、この辺で、まあ、非常にグリップが稼げてると。で奥のブレーキも、まあ、様子がおかしいと。様子おかしいですね。あのこれ車のオプションというか装備一覧見たらなんとこれカーボンセラミックが標準で、カーボンセラミック標準ってもうスーパーカーじゃないですか。スーパーカー、ハイパーカーに近いですよね本当に。確かに。そしてキャリパーの色だけなんか5種類から選べたということで、はい、そうです。今回の車は黒これいいっすね、はい、これしかもこのグロスじゃなくてマットなんですよね、はい、マットのこの黒で赤文字なんかちょっとレーシーですよね、はい、だこれ黄色とか違う色入れちゃうのもいいと思うんですけど、うん、これだから最初にオーダーされた人のこのセンスというかもう、はい、僕めちゃくちゃ刺さってるんですよね。私もこの仕様が好きですね。で、まあ、ローターもでかいしおそらくキャリパーに関してはこれブレンボ製ですよね。あだと思います、はい、アルファなのでこちらのブレーキになっていると。そして足回りなんかも専用チューニングがされてて、まあ、スプリングなんかも軽量のスプリングになっていると。だ本当になんちゃってじゃないですよね。そうです、そうです、はい、本気でこうサーキットだったりとか、まあ、速く走るっていう目的で作られた車ということで、電子制御の足回りなんかも当然標準装備になっております。そしてあとはこういったダクト類全部これが本当にこう抜けるようになっている、うんうん、まあ、この辺なんかもそうだし、だこの辺ってこのサイドとかで一見するとそういうデザインかなって見えがちじゃないですか、はい、だこの辺も全部ちゃんと全部ここから処理されてますね。抜けてここから出るようになって、うん、でこれホームページにも書いてありましたけどもサイドだったりの整流もそうなんですけど今回下回りの整流に徹底的に手が加えられているということで、うん、まあ、後ろでも紹介しますけどフロアも真っ平らですね。真っ平らです。でなんかもうドラッグに関しては普通のジュリアクアドリフォールよりも 1.5 倍、うん、おで GTAM だとなんと3倍らしいです。
で本当にそういう空気とかも、もう味方につけて走るとか、うん、でその辺がこれ横行きますけど、横のこのサイドスカート、これがご覧ください、ザウバーエンジニアリング、はい、まあ、この辺、この車好きな人はもうご存知ですよね。もうザウバーと聞いたらですよね。もう多分 F1 がおそらく皆さん最初にこう連想されると思うんですけど、うん、めちゃくちゃ乱暴な言い方するとスイスのレース屋なんですよね、はい、でまあメーカーとくっついたりして、まあ、F1 走ってたりだとかいろいろそういったことができると、まあ、それ監修ですよ。そうです、アルファロメオが今 F1 出てるじゃないですか。元がだからザウバーと最初2018年かなに一緒にやり始めたのがきっかけなので、本当に今いい関係で多分 F1 の技術を培った上でこれにしっかり生かされてるっていう感じだと思います。でこれがまあ大型ですね。これびっくりしますよね本当に。前だってどんくらいですか10センチ以上出てますよ、ね、ここ。でそのまま前に絞られてるっていう。でフロント側に関してはもうほぼタイヤのトレッドが見えるぐらいで、これをセダンでやるっていうのがめちゃくちゃかっこいいなと思って。いやかっこいいですね。まあ本当に言い方悪いですけどぶっ飛んでますよね。ぶっ飛んでるですね。もう振り切れちゃってる、うん、そして他にもカーボンパーツ、ミラーなんかも使われてたりだとか、まあ、ふんだんにカーボンパーツが、だこれもだからなんちゃってというかドレスアップじゃなくて本当に軽量化でこの辺なんかもしっかり使われてる。そしてもう一個ポイントとしては、他の場所でも出てきますけども、この四つ葉のクローバー、クワドリフォリオだったりとか、あとこの下の下もます、ね、オートデルタですか、はい、この辺のデカール類がなんと塗装の中に閉じてあると、はい、だこれシールなんですけど、ちょっと触っちゃいます。これクリアでそのまま閉じられてるんで剥がれない、うん、これおそらくその軽量化のためにデカール類、うん、全部エンブレムじゃなくてデカールになってるんですけど、そうですね、まあ、劣化しないようにってことなんですかね、うん、全部この辺が閉じてある、なかなかないですよね。いや本当に本気度がすごいですよね。あのスーパーカーでもこう限定でシール貼ってるのとかあるじゃないですか、うん、剥がしちゃいましょうとかって結構あるじゃないですか。剥がせないですからね。そう閉じちゃってるからそしておおよそのシルエットはジュリアそのまんまということで、うん、ただカーボンのルーフになってると、はい、この辺で大幅に低重心化と軽量化が図られていると、うん、あとフロントもさっきこれダクト触れてましたけど、これフェンダー自体もクワドリフォリオよりワイドになってるんで、あそうなんですよね、はい、だフロント 9.5J がもう引っ込んじゃってるぐらいなんで、この辺りとかもしっかりワイドになって、全然クワドリとちょっと違いますね。こう外に張り出してるので、で当然トレッドも広がってるということで、そうです、もう走りのセッティングが全部やり直されてる、うん、はい、であとは見えないところで言うとカーボンパーツって、このプロペラシャフトもこれクワドリフォリオもそうですけど、そうドライカーボンになってたりだとか、うん、もうとにかく軽量化されてる。でなんかトータル、通常のクワドリフォリオよりかもマイナス50キロということ50キロ、はい、でその上にさらに M があるんでそれもマイナス100キロらしいんですけど、はい、もうそれはさらに内装にも手が加えられたりとか、うん、あとガラスがポリカになってたりだとか、はい、だからちょっと街乗りするんだったら、GTA の方がいいかなそうですね、 M がやりすぎたなって、 M は、はい、もう4ドアなのに2人乗りとかになっちゃいますんで、うん、今回これかなりいいんじゃないかなと。そしてそのまま後ろに行くと、後ろの様子もまあおかしいんですけど、後ろ一番インパクトあるんじゃないですか。まずこのオーバーフェンダーこんなあからさまな、あからさまなこのカーボンのフェンダーですよね。もう純正改造車ですよ、はい、もうどのくらいでしょう、2センチ3センチぐらい出てますよねと思います。このぐらい出てると、トレッドでいうとリアのトレッド幅はアクアドリフォリオより50ミリ確か広くなってるので、はい、50ミリってことはもうほぼ2インチですよね、だからトータル、うん、でそれがもうパンパンになって履いてる、こちらがなんとタイヤの方が 285/30/20 インチということで、はい、だ285履いてるセダンって、まあ、もちろんこの上のクラスになれば、うん、まあ、それこそ5シリーズとか E クラスとか、まあ、S クラスとか、まあ、その辺まで行けば全然あると思いますけど、うん、冷静に考えたらだってこれ3シリーズとか C クラスとこの同じカテゴリーの車じゃないですか。まあまあそうですね。それに 11J 履かしてもうパンパンですよ。パンパンです。そしてリアは結構これコンケーブというか落ち込みもやっぱり激しいですね。はい、でなんかアメタンとかで言うとこのセンターパッドがやっぱりある程度こうセンターロックだと厚くなっちゃうんで、うんうん、これあんまり入らない、うんうん、って言うんですけど、にしてもこれですからね。すごいですね。これだから本当にメーカーの改造車でしかもやりすぎちゃってる、うん、っていう感じですよね。いやホイールもこれ車外とかじゃなくてこのままでも十分かっこいいですよね。確かに。だからもう知らない人が見たらこれ本当にメーカーの改造車なのか後からやったのかってわからないぐらい過激に本当にそうですね仕上がってるなんて。で当然足回りなんかも全部アルミの足回りアームなんかも使ってて、はい、非常に軽量に作られているのと、うん、あとはこういった限定車って、まあ、セッティングに関してはこう
専用セッティングになってますよとかっていうのあるじゃないですか、はい、なんとこれブッシュなんかも全部変えてあるそうです。ほう。だそもそもの足の動きが全然違う。でおそらく快適に乗れるよりかも本当にこう正確に足が動くように遊びの少ないブッシュとかにおそらくなってるんじゃなかろうかと思います。そしてあとは後ろに回っていくと、後ろこれ何度かクアドリフーリをご紹介させていただいてるんですけど、テールもなんか専用なんですかこれ。そう、多分気づい、多分専用だと思うんですけど、大体通常ジュリアって赤い通常のレンズのテールだと思うんですけど、これクリアですよね。定番じゃないこのクリアのタイプのテールランプになってると。そしてあとはこの辺ですよ。何ですかねこの過激なトランスポイラー。これだから車外ですよね、もうまんま車外でもこの大きさってなかなかないですよね。出過ぎだろうっていう。もし車外設計するにしても、いやもうちょっと低くしましょうと思いますよね。だこの辺なんかもザウバーエンジニアリングのだから本当に効く、そうですね、リアのトラクションが稼げる設計になっているということで、これはちょっとリアついただけでもただもんじゃない感じがしますよ、ね、そうですね。でこれも当然ドライカーボン製なんですけど、まあ目も綺麗だし、綺麗です。本当にマンソリーかっていうぐらいしっかりしたカーボンパーツがついていると。でリアもモノトーンのエンブレムになってたりとか、あとはなんと、はい、エンブレムもステッカー、はい、エンブレムステッカーですよ。ポルシェの GT3 じゃないですか。本当に GT3 ですね。でこれも閉じてあるんです。閉じてあるんです、はい、どうして閉じたって、はい、まあ、思っちゃいますけど、もうこの辺なんかもしっかり。だから結構エリーゼなんかもスペシャルモデルこうステッカーになってて数グラム軽量化とかってあるんで、まあ、そういった意図が多分あるんじゃなかろうかと。そしてあとはリアバンパーに関しては普通の樹脂なんですよね。あ、そうなんですね。確か触った限りだと。ただここから下が全部ドライカーボンになってるということで、もうディフューザーもこれはもうレーシングカーですよ。スーパーカーとか少なくともセダンにつける形じゃないです。そうですね。この大型のフィンがついてるリアディフューザーで、でなんとフロア下ももう真っ平ら、はい、でこれ覗くと分かるんですけど、ちゃんとエアのガイドも両サイドについてたりとか、とにかく下回りの整流がめちゃくちゃやられてると、はい、であとはこの下回りの流速高めるので、なんかデフの冷却にも非常に貢献してるそうです。まあそうですよね。特にトルクベクタリングなんかも入ってるんで、はい、まあ、デフのかかる、まあ、仕事量が多いんで、まあ、その辺なんかが冷却できるようにしっかりなってると、うん、あとはマフラーがなんとアクラポが標準装備ということで。そうです、そうです。車外ではない、車外というか後付けではないです、標準です。でこれがフルチタンでかなり軽量化にも貢献しているということで、うん、はい、これはこの金額します。まして、センター日本らしいですよセダンでやることじゃないですか。セダンでセンター日本らしいですよ。でこれちなみに新車で2000万円ちょっとするそうなんですけども、今回全部見直したらまあまあそれぐらいするだろうなっていう、こんな感じの内容になっております。続いて内装を見てみたいと思います。この辺なんかはジュリアと一緒かなと、うん、そうですね、はい、ただジュリアももともと非常に軽量に作ったってドアなんかは最初からアルミなんですよね、はい、はい、そして内装ご覧ください。内装の特別感もやばいです。これ本当に多分通常のジュリアのクアドリフォリオとか知ってる方でしたら、ここまで変わるかっていう感じすると思います。もうどうしたって感じですよ、ね、いやすごいですよ、はい、でまずシートの方がなんか一見するとまあ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 って感じですけど、うん、よく見るとなんとこれスパルコス A の、そうなんです、セミバケ、はい、でバックシェルとか全部カーボンということで、はい、カーボンです。これ当然ドライカーボンですよね、はい、でこれ後ろで見た方が多分分かりやすいと思うんですけど、うん、なんとこのサイドとかレールのカバーも全部ドライカーボン製ということで、すごいですよね。これだから非常に軽量に、まあ、作ってある、まあ、その辺の関係もあって電動も本当にごく一部、うん、あ、そうですね、はい、ハイトアジャストだけですよね、はい、であとはシート表皮に関してはこのスベスベタイプのレザーと、あと背中がアルカンターラですかね、はい、精度調になっていると。でヘッドレストには GTA のロゴが入っていたり、うん、あとは内装のこの支柱がステッチがカラーがなんか3種類選べるということ で、 そうなんです。赤、緑、グレーかな、はい、はい、もうこの辺に関してはもう緑一択に、はい、この車はちゃんと合わせてますね、はい、なってるかなと。そしてダッシュボードなんかも専用の精度調のダッシュボードになってて、パネル類も、艶消しのカーボン仕様になっているということで、はい、これはちょっと普通じゃない感じが、もう限定車感がもうプンプンしますよね。内装からも見て取れるんじゃないでしょうか。そして GTA-M になると、まあ、フルバケだったりだとか、うん、まあ、6点のシートベルトだったりとか、うん、まあ、その辺なんかもついてくるんですけど、やっぱりこうストリートでギリギリ使える範囲になってるから、うん、そうですね。そしてその流れがドアにもちゃんとつながってて、この艶なしのカーボンのパネルと、あとここもちゃんと
これいいっすね。やっぱりダッシュボードなんかはこのスレッド状になってると反射しないし、うん、横なんかもこれ同じものが使われてるんで非常に反射が抑えられてると。でこっちに関してはレーザーが貼られてるんですけど、まあ、上下に関しては、まあ、プラスチックなんで、まあ、普通っぽさも残しつつ、うん、中身がクレイジーになってるということで、全然いいと思います。こんな感じの内装になっております。続いて乗ってみたいと思います。これスカーフプレートとかは意外にアルファロメオになって、うん、あれ M なんですかね、カーボンのスカーフプレートも写真ではあったんで、もしかしたら出るのか、部品が出るのかなと思います。なるほど、まあ、やっぱりこの辺もストリート主軸を置いてる GTA ならではなのかなと、はい、そして乗り込むと車の形はジュリアそのままじゃないですか、うん、まあ乗りやすい、乗りやすいですね。ただ乗り込むともう普通じゃないなっていうのがまずシートあのガチガチですそうですね、はい、あのホールド半端ないです。横のサポートも硬いし背中も硬いし、うん、そして調整、今行けたことやったらこれ、あ、こういうことか、はい、こういうことか。新車2000万円近く出して手動のシート調整ということで、これ良くない？いいですね。前後のスライドに関しても手動です、うん、で本当に車外のセミバケぐらいホールドがめちゃくちゃ高い。そしてここで一応高さ調整だけは、あ、でも少し前出るっすね。おお、はい、調整できると、はい、もう本当に調整がこれだけということで慣れてる人だったら本当に刺さってもできるのと、うん、やっぱりサイドサポート高い車とか、あとはフルバケ乗ってる方だと慣れてると思うんですけど、シートレールこうさってこう後ろにやって乗り降りとかすると思うんで、まあ、その辺なんか慣れてるとは問題ないんじゃないかなと。そしてステアリングに関しては意外にそんなにめちゃくちゃやってる感はないですけど、しっかりアルカンターラになってて、下がこうちょっと D シェイプみたいになってる、はい、であとはそんな部分だけの感じですね、はい、あとはおなじみな感じです。ただパドルはやっぱりいつもながらでかいなと、はい、そしてメーターも意外に普通、うん、なんかもっとめちゃくちゃデザインされてるメーターになってるかと思うんですが、そうですね、これクアドリフォリオ共通なんですかね、っぽいよね、うん、このクアドリフォリオのマークが入ってる、意外になんかこう GTA とかって入ってるかと思いきや、ね、普通のメーター、そしてオンにしてみるとこんな感じで、いやいいっすね、いいですね、はい、こんな感じのメーターになっております。あ、でもここ GTA、 あ、 GTA って出てる、おなじみの7インチ TFT 液晶、これが、いわゆる車の後期になるということ で、うん、はい、でまあ、かなり使い勝手が良くなってる、はい、ナビがついてます。あ、ナビもついてんだっけ、ついてます、ナビがついたので最初初期の頃ってなかったんですけど、今はナビゲーション、なるほど、初期型って確かカープレイ前提だったから、そうなんです、ただのモニターっていう感じだよね、うん、はい、それがこんな感じで、でアシスト系気になるところは、まあ、最低限ついてると、うん、はい、でエアコンなんかもついてると、はい、だからこれだけスパルタになってるのにちゃんとエアコンとかその辺はついてるんで、もう本当に日常使いできるということ で、うん、であとはこの辺の性能ゲージなんかもついてるんで、こんな感じ、あ、なるほど、こんな感じで、ナビも、ナビの使い勝手は、あ、まあ普通です、うん、はい、意外に使えるんじゃないかなと思います。そしてあとはアシスト系もこんな感じで設定できたりとか、はい、あとはエアコン性能ゲージ、はい、こんな感じで、まあ、燃費気にする車じゃないんですけどこの辺のトルクベースも出てます、はい、もうできます。そしてエアコン関係は一応デュアル、はい、はい、スリーゾーンじゃないですよね、はい、じゃないです、はい、デュアルのエアコンがしっかりついてると、この辺もだから本当に最近の車いろいろボタンが並んでたりとか、逆に液晶でバーってなってたりするんで、うん、まあ、本当にこういう昔ながらのやつ使いやすいんじゃないか、アナログシンクロも、はい、うん、しっかりついております。そしてここに USB が1系統と少し小物入れみたいになって深くなってるのと、あとドリンクルームだと、はい、この辺なんかすごい普通ね、うん、でも逆にこれがなんか使いやすそうでいいですよね。確かになんかごちゃごちゃしてたりとか、うん、難しそうな感じはないんで使いやすそうです。ドリンクホルダーもいい位置、ただちょっとペットボトル置いちゃうとこの辺もしかしたら、あー、それはあるかもしれない、うん、そしてフィアットクライスラーグループなんで、この辺おなじみのこのシフトがついてると、はいはい、そしてあとは電動サイドだったりだとかモニターのこの辺もだから割と使い勝手はいいのかなと、はい、こんな感じになっております、はい、そしてここが、置くだけ充電ついてるんだ、あ、本当ですね、ついてます。そしてこっちに鍵を置くところ、これ、はい、鍵の電池がなくなっちゃった時ですよね、そうですね、はい、だと USB と Type-C と、あと AX だと C がついてると、はい、
でこの辺なんかもステッチが配置されたりとかレザー仕上げなんで非常に質感はいいです。いいですね。でここは違うんだよね。ここはそうなんです、ここは違うんです。ここはあこの下は違う、この横はレザー風になってるのかな、風だと思います。はい、はい、そしてあとはペダル関係に関してはこのアルミの定番のやつですね。でイタリア車の右ハンドル、このペダルどうなのって思いがちですけど意外に普通、うん、というかむしろかなりいいです。フットレストも大きいしどっちか寄っちゃってるっていうのも全然ないです。そしてシートポジションも今一番下まで下げて下がりすぎないんで、まあ、個人的にはもうちょっと下がった方がいいかなって気しますけど、非常に本当にあのセダンのドライビングポジションそのまんまでなんか狂った感じが狂った感じが、はいはい、します。そして天井関係はアルカンターラですね、はい、あこれピラーもここもアルカンじゃん。そうです、バイザーだけ、バイザーだけだね、はい、バイザーだけです。バイザーアルカンにしたかったです、はい、そしてこの辺のミラー関係も同じくフィアットクライスラーグループの同じ定番のミラー、はい、でこの辺も変わらずですかね、はい、はい、だから中抜いてはないのかな、うん、と思うんですけどね。そうだよね、うん、なんかその極端にこう内装での軽量化に関しては GTA の場合は見られないかな、割と普通さも残ってる。だから視界もすごくいいし、うん、あのジュリアのまあいろいろ乗らせていただきましたけども運転のしやすさっていうのは非常に残ってるかなっていう印象があります。こんな感じになっております。続いて後ろの席も見てみたいと思います。平田君、じゃあ乗ってみますか。じゃあそっちから行きましょう。はい、これは後席ありますか。今回のお車は GTA ということで、はい、M は不思議ですね。多分これドア開けたらここが確かに何もないロールバーがあってって感じですよね。なんで GTA なんで乗れますということで、はい、後席も足元とか全然余裕めちゃくちゃあるんですよ。拳2個分ぐらい。だこれはジュリア残ってますよね、だいぶ、はい、ただシートの背中とか座面固めですね。やっぱすごい張ってる感じが結構硬いです。そしてシートベルトもしっかり緑ということで、はい、これも選べるんですよね。選べます。はい、緑ってなかなか見ないですね。確かに黄色とか赤ありますけど、はい、しっかり緑のシートベルトってこと。後ろからかっこいいですね、このカーボンのシートベルト。確かにこれバックシェルこれやばいね。バックシェルかっこいいですね。だからところどころなんか視界が様子がおかしいというか助手席の前なんか本当にダッシュボードの形状とあとこのステッチ、そうなんですよね、ロゴのあの刺繍ともうスーパーカーのなんかもう見た目、はい、そしてちなみにあの前で紹介するの忘れちゃいましたけど500台限定のうちの今回の車は406番目、はい、ということで後半の方に製作された車ということで、はい、その辺なんかのロゴもしっかり入ってると、はい、そしてリアの装備に関してはエアコンの吹き出しだけ、出し口とあと USB ですね。あ、なるほど、はい、タイプ A が1個だけあります。続いてトランク見てみたいと思います、はい、もうこの辺も変わらずですよね、うん、押して開けるタイプの、はい、手動のトランクですけれども容量の方も変わらずって感じですかね、うん、であとはあのカタログ見てたらなんかあのオプションですかね、ヘルメットと、そうなんです、グローブとレーシングスーツと、はい、ベルのヘルメットかな。ベルです、はい、ベルって言ったらあれですよね、ヘルメット一番最初にフルフェイスを確か一番最初に作ったメーカーじゃなかったな、うん、そこの、アルファロメオカラーのヘルメットとあとアルパインスターの、レーシングギア一式、はい、グローブとスーツとあとシューズがなんか新車の時にオプションでオーダーできたんですから、はい、その名もエクスペリエンスパックですね、はい、体験パッケージ、はい、そうです。ということで今回の車これついてはないんですよね。そうです、はい、ただ逆に言うとこれついてても困るかなと、セカンドオーナーだと、まあ、記念品みたいな感じですよね、まあ、要はサイズもあるわけですからね、はい、しかもその中古着てるかどうかわかんないですけどその辺 の, あのレーシングギアが中古でも多分困ると思うんで、うん、まあ、今後から買うかどうかわかんないですけど今回の車はついてないと、はい、そしてこの下側に少しだけスペースあるんですよね、はいはい、でそこにパンク修理キットと牽引とあとこれがなんとセンターロックのアダプターということで、あのこれだけ付属されてもって感じしますけどでこのサイズ の, あのあはは工具もないです。うん、普通持ってないですね。なんでまあそれなりの工具があるところでしかタイホイールっていうのは外さないし多分外せないと思うんですけども、はい、一応こんなのも全部付属してきますので、まあ、購入された後困らないようになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンはパッと見なんかこう特別感、うん、
感じられないかと思いきや、しっかりこれ低感入ってるんですよね、はい、でエンジンの方が 2891cc V6 ツインターボ、馬力の方が、通常のクワッドリフォリオが510馬力で、もうそれももうそもそも狂ってるんですけど、そこからさらに30馬力アップの540馬力、トルクの方が61キロということ でこれに組み合わせるミッションの方が ZF 製の発足オートマ、はい、で、まあ、シリンダー吸収だったりトルクベクタリングだったりだとか、その辺の、まあ、最近の装備も全部ついてるということで、ちなみに0 1 0 3.6秒らしいです。お FR で 3.6 秒ですよ。FR ですからね。なんかあの駆動方式四駆にしてなんかそっちに頼ってる感なく、本当にFR のまんま 3.6 秒でカッとんでくっていう。これなんかサーキットでなんかとんでもないタイムで回ってくるんですか。あ、そうなんですか。なんか言ってなかったですか、モテギかなんかで。あ、そうそう、あの僕の知人が、まあ、あのアルファロメオ系結構扱ってるんですけど、オーナーさんがあの GTAM、持っていらっしゃって、モテギで2分5秒って聞きました。あの2分5秒って言ってもピンとこなかったんですけど、なんかガチンコのレーシングカーとほぼ同じタイム。スーパー耐久っていう、まあ、レースがあるんですけども、それの要はスリックタイヤ入ってるレーシングカーの VRDZ とかレクサスの RC が出てるクラスと同等のタイムをカップ2 要はラジアルスポーツラジアルで出しちゃうと、はい、はあ、もうポンって持ってって走らせてそのタイムということですね、はい、そうです。だからなんかここからさらにチューニングしてとかじゃなくて、もう車のポテンシャルがだからもうそのぐらい、うん、下手したらまあタイヤがもうそれよりまあ普通のストリートいろんなタイヤなわけだから、はい、むしろその車よりかもポテンシャルある可能性があるということ。まあパワーもあるのでストレートとかがやっぱ速いっていうのはあると思うんですけども、とは言ってもあの1周4キロ以上あるコースを1周回ってきてそういったタイムなので、相当なポテンシャルだと思います。そしてエンジンの方もこれあの普通の一見するとクワドリフォリオのエンジンじゃんって感じなんですけど、これがなんと新設計のコンロットが使われてたりだとか、あと気筒あたり2個のオイルジェットが追加されてたりだとか、あとオイルクーラーなんかも当然熱量上がってますんで追加されてたりとか、あとはターボの回転数が拡大されてたり、あとコンピューターの方がセッティングし直されているということで、まあトータルでエンジンの方がパワーアップしている。でよくなんかマラナイの工場で作ってるとかって、まあフェラーリとやっぱりこうつながってるじゃないですか、はい、なんでマラネの工場で作ってるとかって言われるらしいんですけど、あのエンジン自体は作ってないらしいです。でこれが、エンジンは作ってないんですけれども、マラネの工場のそのフェラーリのエンジン作ってるエンジニアからサポートを受けて全部管理してるらしいです。なんで1機ずつフェラーリのエンジニアが検定して、まあ、フェラーリに搭載されるエンジンと同じ扱いを全部受けてるんです。でもそもそもだからこのエンジンないんであれなんですけど、うん、まあ、もう要はちょっとフェラーリのエンジンがそのまま乗っかってるって言っても、うん、まあ、強引ではありますけどあながちこう間違ってもないと、まあ、そのぐらいの扱いを受けてるエンジンということで、はい、でこれこの後あのエンジンを聞いてみますけど、意外にレスポンスに関しては普通なんですよ。まあそうですね、その空ぶかしというか、まあ、止まった状態であのやる分にはそうですね、そんなにこう俊敏なレスポンスって感じはしないですけども、ただおそらく走るとやばいんじゃないか。走るとやばいと思います。そしてあとはカーボンパーツが盛りだくさんということで、フードも当然カーボンになってて、うん、はい、あとこのフェンダーのカーボンもこのちょうど穴のところから触ると分かりますよね、裏がザラザラになってるんで、はいはい、しっかりなってたりだとか、うん、まあ、その辺なんかも抜かりなく作ってあるこんな感じになっております。続いて東海類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
ゃあ最後になりますけれども、はい、やっぱりこのメーカーが本気で作った車ってやっぱり面白いし、うん、めちゃくちゃかっこいいなっていうのが個人的な感想です。はい、でやっぱりこう軽量化にしろ、なんかそのタイヤを少し出すにしろ、こう一般のこうプライベーターがやるのとやっぱりメーカーがやるのとやっぱり意味合いが違うし、うん、まあ、クオリティがやっぱり違うなって。そうですね。でこれからやっぱりそういう車ってどんどん少なくなってくるじゃないですか、うん、なのでそんな中でも、まあ、今回もご制約いただいちゃったんでおすすめですよっていうわけじゃないんですけれども、まあ、非常に面白い車を今回ご紹介させていただけたんじゃないかなと思います。はい、そして同じくもうご制約いただいちゃってるんで僕の勝手な独り言になってしまいますけれども、やっぱりプロテクション早めに貼っていただいた方がいいかな。あ、そうですね。特にカーボンパーツ前回りもそうですし、まあ、あとは途中で紹介抜けちゃいましたけれども、サイドスカートの張り出しも結構これはそうですね、すごいんですよね。そうなんですよ。運転席もこのぐらい出てるし、リアに関してはこう横のフィンが立ち上がったりするんで、まあ、そういったところだったりだと、あとはどうしてもこうタイヤが出てる関係でこう飛び石ストーンガードじゃないけど、うん、はい、こう飛び石なんかも結構ありそうなんで、まあ、同じ車種乗ってるよとか、まあ、買おうと思ってるよなんていう方は、まあ、早めに貼っていただいた方がいいんじゃなかろうかと。で当然ボディであれば、まあ、補修できますけど、はい、カーボンパーツって割れたら補修できないですからね。そうなんですよね。おそらくとんでもない金額じゃなかろうかとそうですね、思いますんで、まあ、その辺なんかも、まあ、ご相談いただけると、まあ、うち道の向かい側にアルファロメオさんもありますから、ね、東京ではそうですね、はい、ご相談いただけるといいんじゃなかろうかと。これあれですね、なかなか難しいと思いますけど M がもし入ってくることがあれば M も見てみたいですよね。そうですね。どんぐらい違うのかとか。そして今回残念ながら試乗は事情によりできなかったですね。はい、次回ぜひ M で試乗したいと思います。はい、機会があればお届けしたいと思います。はい、というわけで今回はアルファルメオジュリア GTA をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。